ジャン・クリストフロマン・ドラン前回の続きからです。オリビエは内眺め観察していた。そして少しも驚きはしなかった。それらの人々は実現せんと 主張しているその事業よりもいかに劣っているかを彼は直ちに見て取っていたのであるしかし彼はまた彼らを引きずってゆく運命的な力をも見て取っていたクリストフ・までが知らず知らず水の流れに従っていることを彼は気づいた 流れに運ばれるのを本望としている彼については流れの方で好まなかった彼は岸に残ったままで水の流れ行くのを眺めていたそれは強い流れだった互いに押し合いぶつかり合い溶け合って湧き出す泡や衝突する渦巻きをこしらえている 熱情と利害と信念との巨大な塊をその流れは押し起こしていた狩猟らがその先頭に立っていた彼らは後から押し進められていたのだから皆のうちで最も自由でなかったまたおそらく皆のうちで最も信じていない連中だった 彼らも以前は信じたことがあったそして彼らがあれほどあざ笑った牧師らのように昔の規制の中に信仰の中に閉じ込められてそれを最後まで主張しなければならなくなっていた彼らの後に続いている群衆の大部隊は凶暴で不確信で先見だった その大多数のものは流れが今はそれらの理想郷へ向かっているからというので偶然に信じているのだった一度流れの方向が変わったならばもう今晩にも信じなくなるかもしれなかった多くは行動を求め事変を願っているために信じていた ある者らは常識の欠けた理屈好みの理論に駆られて信じていた。ある者らは心の怨霊のために信じていた。抜け目のない者らはそれらの観念を戦いの武器としてしか使用せず一定の賃金のために労働時間数減少のために戦っていた。 最も欲張りな者らは自分の悲惨な生活のふてぶたしい復讐をひそかに望み企らんでいたしかし彼らを運んでいる流れは彼らよりもさらに賢くてどこを行くべきかを心得ていたそれが旧世界の堤防にぶつかって一時砕かるべき運命にあっても あえて意に介するに及ばなかった。社会的な革命は現婚では鎮圧されるだろうということをオリビエは予見していた。しかし彼はまた知っていた。革命がその目的を達するのは勝利によるも失敗によるも同じことであると。なぜならば圧迫者が 非圧迫者の要求を正当と認めるのはその非圧迫者から恐怖を覚えさせられる時においてのみだからであるかくて革命者らの不正な暴力もやはり彼らの趣旨の正義と同じく彼らの趣旨に役立っていた暴力と正義とは共に人類の群れを導く盲目確実な 力の筋書きの一部をなしていった。主に呼ばわれたる何時ら、何時らのいかなるものなるやを考えてみよ。肉よりすれば、何時らのうち多くのかしこきものなく、多くの強きものなく、多くの高きものあるなし。されど主はかしこきものを惑わしめんがために、 この世のおらかなることどもを選みたまえり、強き者を惑わしめんがために、この世の弱きことどもを選みたまえり、今あることどもをふたれしげんがために、この世の卑しきことどもと、さげすまられしことどもと、あるなきことどもとを選みたまえり、とはいえ、 事物を遠ぶる種子が何者であろうともあるいは没理性であろうともまた産業革命主義によって準備されたる社会組織が将来のために一つの相対的 UFO を建設しているとしても新世界を開きもしないこの肥俗なる戦いのうちに現役と献身との全力を注ぎ込むのは クリストフや自分にとって老に課することであるとはオリビエは考えなかった革命に対する彼の神秘な希望は裏切られた彼には民衆が他の階級よりより良きものだとは思えなかったしより真面目だともほとんど思えなかった ごとに民衆も他の階級と大して異なってはいなかった利益と泥まみれの熱情との激流のさなかにあってオリビエの目と心とはあたかも水中の花のようにかなたこなたに浮き出している独立せる人々の孤島の方へ本当に信じている人々の小さな群れの方へ引きつけられるのであった。 優秀者は群衆の中に交わることをいかに欲してもダメである。優秀者は常に優秀者の方へ行くものである。あらゆる階級とあらゆる党派との優秀者の方へ、火を持っている人々の方へ、そしてその火が消えないように監視することこそ、神聖なる義務である。 オリビエはすでに洗濯をしてしまっていた彼の家から数軒隔たったところに街路より少し低いところに古靴屋の店があった店といっても数枚の板を釘付けにしてガラスやガラス代わりの紙が貼ってあった街路から3階降りて中に入るようになっていて 中では背をかがめなければ立っておれなかった。一つの古靴棚と二つの腰掛け等を並べるだけの場所しかなかった。昔からの古靴屋の例によって、ここの主人も歌を歌っているのが毎日聞こえた。彼は口笛を吹いたり、古靴の底をたたいたり、 俗家や革命家をしわがれた大声で歌ったり通りかかる近所の女どもを窓越しに呼びかけたりしていた翼の折れた1羽の笠先がぴょこぴょこ人道を飛び歩いて門番小屋の方から彼のところへやってきたそして店の入り口の階段の一番上に立ち止まって古靴屋を眺めた 古口屋はちょっと仕事の手を休めて甲高い声で卑猥なことを言いかけたり万国労働家を口笛で吹いて聞かしたりしたカササギはくちばしをもたれて真面目腐った様子で聞いていたそして時々挨拶でもするようにくちばしを突き出して水潜りめいた動作をし そしてまた体の平均を取るために不器用な羽ばたきをしたそれから突然向きを変え相手が何か言い続けているのをそのままにして一方の翼と他方の俺の彫りの翼とで腰掛けの寄り木の上に飛び上がりそこから近所の犬どもをからかったすると古靴屋は また靴の甲側を叩き始めて相手が逃げていったのも構わずに途切れた宣告の話を終わりまで語り続けた。